I don't mind。 行くぜ、レッツゴー。 TOEIC の勉強するとき、集中してやるっていうのすごく大事です。集中してやれば短時間でそれだけ多くのことを学べます。 TOEIC の学習、集中して取り組むことを心がけてください。集中力は本番のテストを受ける際もすごく大事です。オンライン版のテストだったら1時間、紙版の公開テストだったら2時間集中して問題解かなきゃいけないんで、その本番の TOEIC を受ける際、集中力を切らさないで最後まで維持できるように普段から集中力を養うことを心がけてください。第6週のスタディログの返答動画で集中っていうアプリ紹介しましたけど、ああいうの使って集中して勉強するようにしてください。今週のおすすめ動画、現役東大合格者の受験勉強での苦労と対処法、集中、やる気、暗記、眠気、辛い。前紹介した暗記法の動画を作った星耳さんの動画なんですけど、受験勉強してて集中できない時、彼女が取った方法は勉強場所を変える、トイレに行く、あとやる気が出ない時は必要性を自分に言い聞かせる、自分にご褒美をあげる、あと星耳さんの動画で勉強スケジュール、東大受験直前の受験生の一日、公立高校から東大現役合格っていうのがあるんですが、これ星耳さんが受験生時代一日こういう感じで勉強してましたよっていう動画なんですけど、ほんと朝起きてから寝るまでずっと勉強してるっていう、ここまでやるのかっていうぐらいな猛勉強の様子を再現している動画なんですけど、もし興味があったら見てみてください。これ真似しろとは言わないんですけど、勉強こんなに頑張ってる人がいるんだっていうのが分かると、私も頑張らなきゃっていう気になってモチベーション上がると思いますんで、こちらもおすすめです。12月18日実施の公開テスト、今 TOEIC のサイト上での申し込み期間で、午後の部は11月7日月曜日まで申し込めますんで、受けれる人はぜひ受けてください。それから1月29日日曜日実施の公開テストの学内申し込み、こちらも午前の部は締め切ってますが、午後の部はまだ申し込めます。11月4日金曜日まで申し込めますんで、受けようと思っててまだ申し込んでない人は忘れずに申し込んでください。今週の課題、インターメディエットはデルジュンで学ぶボキャブラリー990の481番から560番、初心者特急パート6のユニット1、ユニット2、読解特急の第1部1番から36番、初心者特急パート4のプラクティステスト、アドバンストのクラスは聖戦模試リスニング2、リスニングの問題が5セット500問入ってます。これをやってください。それからいつもと同じように適宜弱点補強、時間に余裕がある人は ABC 度のおすすめの問題もやってください。インターメディエット、アドバンスト共通の提出物はスタディログと ABC 度のスクリーンショットです。インターメディエットのクラスの人は単語テストもやってください。アドバンストのクラスの人は単語テストは任意です。提出期限は11月9日水曜日です。第6週の単語テスト、正答率が7割以下の問題が1問ありました。 We have to meet theの後ろに空欄があって、 Transportation, Deadline, Commercial, Outlet。 正解は Deadline。 We have to meet the deadline。 Meet the deadline で締め切りを守るっていう意味です。 Meet って人に会うっていう意味で使うことが多いですけど、締め切りを守るっていう時も Meet 使って Meet the deadline っていう使い方しますんで、ぜひこの用法を覚えておいてください。あと TOEIC で Meet the requirements っていうのもよく使われるんですが、 requirements っていうのは条件、例えば求人の応募条件とか、その条件を満たすというのが Meet the requirements です。第6週の単語テスト、20点以上の人も多かったんですが、12点、14点、16点、17点が1人ずついます。単語覚えないとスコア上がんないんで、単語学習気合い入れてやってください。今週も TOEIC 頑張ろうぜ。